今日はローズマリーの石鹸を作ります。またこんなややこしいところにあるからな。これをね6本ほど、ローズマリーを 6本か7本と純石鹸を2分の1カップ1リットルの水にローズマリーを入れて2、30分こういうのなんていうんだろう、煮込む煮出す、ここから2、30分よいしょ。じゃあ冷めたら綺麗な色やね。もっとより少なかったな。でここに2分の1の純石鹸を入れて出ます、溶かします。完成です。